2人はドイツでプレーしてるし、あのドイツ戦勝った後の反響、それぞれどういう反応だったの、みんな。2人はドイツでプレーしてるし、あのドイツ戦勝った後の反響、それぞれどういう反応だったの、みんな。いや、ドイツキラーが帰ってきたって言われましたよ。いや、ドイツキラーが帰ってきたって言われましたよ。誰一人日本に負けなんて思ってなかったから、うん、そうですね、ドイツがね、うんうん、誰一人日本に負けなんて思ってなかったから、そうですね、ドイツがね、うんうん、それはもう大会前からひしひしと感じたわけよ。また2週間後会おうなみたいな。それはもう大会前からひしひしと感じたわけよ。また2週間後会おうなみたいな。だ、予選終わった、うん、すぐ帰ってくるんだろう、お前ら、うん、会おうなみたいな。あ、そう、だ、予選終わった、うん、まあ、すぐ帰ってくるんだろう、お前ら、うん、会おうなみたいな。あ、そう、うん、ブンデスのとか、はい、ドイツの記者とかの、うん、インタビュアーとかもさ、もうその言葉の節々に、うん、ブンデスのとか、はい、ドイツの記者とかの、うん、インタビュアーとかもさ、もうその言葉の節々に、うん、もう言ってたね、舐めてんなっていうのを感じるわけ、あの、もう言ってたね、舐めてんなっていうのを感じるわけ、あの、日本とドイツどっちが同じレベルですよね、うん、そのクオリティ的に、うん、ちょっと笑いながら、うん、日本とドイツどっちが同じレベルですよね、うん、そのクオリティ的に、うん、ちょっと笑いながら、うん、ぶっ飛ばしちゃうかなと思って、うん、でもぶっと抑えてさ、うん、ぶっ飛ばしちゃうかなと思って、うん、でもぶっと抑えてさ、うん、いやいや、もうちゃんとすごいチームにリスペクトしてますよと言いつつ、うん、こいつは舐めてんなと、おう、いやいや、もうちゃんとすごいチームにリスペクトしてますよと言いつつ、うん、こいつは舐めてんなと、おう、絶対これチャンスあるなと、うん、絶対これチャンスあるなと、うん、監督とすり合わせて作っていく感じ、うん、監督とすり合わせて作っていく感じ、うん、ヨーロッパの監督だったらこうだ、これやれ、そうだね、ヨーロッパの監督だったらこうだ、これやれ、そうだね、いや、そうじゃない、うん、じゃあお前はいらない、うん、ダーン、じゃ、うん、いや、そうじゃない、うん、じゃあお前はいらない、うん、ダーン、じゃ、うん、うん、うん、でもそうじゃなくてこうでいこうか、うん、うん、うん、でもそうじゃなくてこうでいこうか、うん、いや、こういうこともオプションとして、あ、そうだな、じゃあうん、そうしようみたいな、作り上げてってやる感じ、うん、いや、こういうこともオプションとして、あ、そうだな、じゃあうん、そうしようみたいな、作り上げてってやる感じ、うん、
だからそこがやっぱヨーロッピアンの監督と全く違うところ、うんうんうん、だからそこがやっぱヨーロッピアンの監督と全く違うところ、うんうんうん、だって森保さんってさ、うん、めちゃめちゃ頑固じゃん、うん、実はだって森保さんってさ、うん、めちゃめちゃ頑固じゃん、うん、実はめちゃめちゃ頑固じゃん、うんうんうん、でもそれをこうめちゃめちゃ頑固じゃん、うんうんうん、でもそれをこうちゃんとこうすり合わせてくれるっていう、うんうん、そこがすごい良かったんじゃないかなって、うん、ちゃんとこうすり合わせてくれるっていう、うんうん、そこがすごい良かったんじゃないかなって、うんうん、2人はドイツでプレーしてるし、あのドイツ戦勝った後の反響、それぞれどういう反応だったのみんな。いや、ドイツキラーが帰ってきたって言われましたよ。誰一人日本に負けなんて思ってなかったから、うん、そうですね、ドイツがね、うんうん、それはもう大会前からひしひしと感じたわけよ。また2週間後会おうなみたいな、だ予選終わったらすぐ帰ってくるんだろう、うん、お前ら会おうなみたいな、うん、あ、そう、うん、ブンデスのとかドイツの記者とかの、はい、インタビュアーとかもさ、もうその言葉の節々にもう言ってたね、舐めてんなっていうのを感じるわけ。あの日本とドイツどっちが同じレベルですよね、うん、そのクオリティ的に、うん、ちょっと笑いながら、うん、ぶっ飛ばしちゃうかなと思って、うん、でもぐっと抑えてさ、うん、いやいやもうちゃんとすごいチームにリスペクトしてますよと言いつつ、うん、こいつは舐めてんなと、うん、絶対これチャンスあるなと、うん、監督とすり合わせて、うん、作っていく感じ。ヨーロッパの監督だったらこうだ、これやれ、そうだね、いやそうじゃない、うん、じゃあお前はいらない、うん、ダーンじゃん、うんうんうん、でもそうじゃなくてこうでいこうか、うん、いやこういうこともオプションとして、あそうだな、じゃあうん、そうしようみたいな作り上げてってやる感じ、うん、だからそこがやっぱヨーロッピアンの監督と全く違うところ、うんうんうん、だって森保さんってさ、うん、めちゃめちゃ頑固じゃん、うん、実は実はめちゃめちゃ頑固じゃん、うんうんうん、でもそれをこうちゃんとこうすり合わせてくれるっていう、うん、そこがすごい良かったんじゃないかなって、うんうん